まずそもそも車椅子とはというところで覚えておいていただきたいのがですね、車椅子というのは非課税のものになります。で、他であればまあベッドだったり、ね、そういったものも非課税になるんですけど、車椅子は非課税となります。で、覚えておいていただきたいのがですね、課税になる場合っていうのもあるんですね。それどういう場合かっていうと、例えば部品を買ったりするケース、車椅子の付属している部品なんかを買うケースっていうのは、課税になります。で、ここで注意しておいていただきたいのが、例えば、車椅子を修理するよってなった時にですね、部品を買います。この時は、買う時ってのは課税で買うわけなんですけども、まあ、車椅子というものを修理する場合っていうのは、非課税で、やる形になりますんで、なら、その課税分どうするかっていうとですね、その非課税の中に入れて、請求しないといけないよというところになってきますんで、ちょっとそこの部分は必ず注意するようにしてください。また、車椅子というのはですね、日本の道路交通法ではですね、歩行者の扱いとなっております。なので、歩道と車道どっち、移動するんだろうってなった時にはですね、必ず歩道を移動するようにしていただきたいと思ってます。またそこに伴ってですね、電動車椅子というものもこちらも、歩行者になります。ですので、速度制限っていうのがあるんですね。なので日本での電動車椅子の最高時速っていうのは6キロになっております。また、介護保険レンタルは ではですね、大体は 4.5 キロぐらいが、4.5 キロのものが、基本となっておりますので、そこも覚えておいてください。